茨城県道32号大井戸、三輪線は、茨城県久治郡第五町から、日立大宮市に至る県道である。第五町を通る、国道118号のコロ富士交差点より西へ、分岐して、道庁土地原から南へ方向を変え、日立大宮市三輪地区へ至る、幹線道路。日立大宮市、第五町境の通称タバッコ峠を挟んで、日立大宮市側は、 中川支流の小川の源流域、第五町側は九時川支流の大沢側の源流域というせいに分水嶺越えをする路線である。ほぼ全区間が闇沿山地の山間部で数軒規模の小さな集落が散在している。比較的地形の緩やかな日立大宮市側は道路改修が進んでいるが、第五町側は改修は半分程度に止まっている。 1977年2月14日、前進にあたる、県道上金沢コロ富士線の一部区間と、県道後部、土地原線を廃止、統合して、主要地方道に昇格し、起点を、九慈郡第五町、終点を、中郡三和村とする県道第五三和線として、路線認定された。後の1995年に、茨城県道の路線の再編成が行われたときに、 整理番号32に変更されて、現在に至る。全区間が1.5から2車線の道路で、第5町、栃原地区から、タバッコ峠付近と、終点、高部地区集落の各一部に、福音協商区間がある。国道118号と国道293号と闇沿山地越えで、連絡する主要地方道の一つに位置付けられるが、 通行量は少なく沿線過疎地域の生活道路となっている。2014年現在、第五町コロフジ地区の一部区間で拡幅と、線形改良の道路工事が進められている。茨城県道32号を追い込み和線、日立大宮市工部福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 ABC、道路区域の決定、茨城県法、第6502号、ピアニッシモ、9から10、ABCDE、茨城県道路元況調書平成26年4月1日、現在、ハット AB、県道路線の廃止、茨城県法、第6502号、ピアニッシモ、7から9、AB、県道路線の認定、茨城県法、第6502号、 ピアニッシモ、5から7、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、道路の区域変更、茨城県法、第6561号、P12、道路の区域変更、茨城県法、第7476号、P8、道路の区域変更、茨城県法、第7443号、P14、道路の区域変更、茨城県法、 第7709号 P4S、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び市道平成5年5月11日建設省、国時第1270号建設省、県道の路線名及び整理番号の変更、茨城県法、第637号ピアニッシモ、8から12道路の区域の変更、茨城県法、 第1473号 P15 ありがとうございます。